松尾孝明は、日本のマーケティングプロデューサー。ブランドコンサルティング、グローバルビジネス、女性の副業副業支援、プラットフォーム、クリエイティブプロデュース、化粧品、香水、サプリメント開発等を手掛ける実業家。株式会社カラフリー取締役会長、株式会社サブマリーナ。代表取締役社長、株式会社。 ビジブレックスエグゼクティブプロデューサー、ラピス株式会社、久保、株式会社シンプリー代表取締役社長、セン度株式会社顧問。インドネシア、アメリカ留学後、セレクトショップバーニーズニューヨークに入社。ファッションセレクトショップのビジネスモデルを経験し、その後、外資系広告代理店、博報堂にて、トイレタリー、アルコール飲料、清涼飲料、ジュエリー、 ファッションなどの大手外資系、ブランド業務に携わる。2017年、株式会社コスモコミュニケーションズ常務執行役員、2019年、同社専務執行役員に就任する。ファッション、スポーツ、ラグジュアリー、富裕層マーケティング、PR、セレクトショップ、大手外資系パッケージグッズブランド、様々な企業のブランドマーケティング、コミュニケーションビジネスに携わる。その後、 女性の副業支援マッチングプラットフォーム、週末モデルを運営する株式会社からフリー取締役会長に就任。同時に、ホルザスタイル編集長でファッションディレクターの星葉、吉正氏との協業で、ライフスタイルのセレクトショッププラットフォーム、シンプルライフを立ち上げる。また、ラピス株式会社後に就任。化粧品、リ、A のブランディング、ブランドプロデュース、 マーケティングに携わり、ブランド開発、マーケティング、コンサルティング、EC 事業を運営する、株式会社サブマリーナ、代表取締役に就任。1993年4月、株式会社バーニーズニューヨーク入社、メンズ、レディースハイブランドに携わる。1995年4月、株式会社、DMB&B 入社、大手外資系パッケージグッズの、 マーケティング予算活動を中心に担当。1998年4月、株式会社博報堂入社、大手外資系飲料会社、外資系ブランドのマーケティング予算を中心に担当。1999年から2006年、同社アカウントディレクター就任。2007年から2016年、同社グループディレクター就任。 2012年から2016年、同社部長就任。2016年4月、株式会社コスモコミュニケーションズ上無執行役員、就任、ファッション、スポーツ、ラグジュアリー、富裕層マーケティング予算を中心に PR、ブランドマーケティングに携わる。2017年4月、同社専務執行役員に就任。主な取引先は、コカ・コーラ、ネスル、P&G、G ティファニー、ジャガー、マクラレン、ポール・スミス、ジョルジン・ワインズ・スピリッツ、レッド・ブル、ブルー・ダイヤモンド・アーモンド、チャンピオン、ビームズ、アダストリア、TSI、フラン・フラン、リチャード・ミレ、ボード・ライダーズ・ジャパン、ジミー・チュー、ラックス・オーティカ・ジャパン、オークリなど。松尾・コ明スタート・アップ・ DB。スタート・アップ・ DB、スタート・アップ・データベース。2021年4月30日閲覧。 モノクロム、代表取締役会長就任のお知らせ。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン、PR タイムズ、2021年4月30日、閲覧。企業か副業か、女性の働き方は、今後どう変わるか。フォーブスジャパン、2021年4月30日閲覧。女性の副業支援プラットフォーム、週末モデル運営のモノクロムが、カラフリーに、 社名変更。2021年8月31日閲覧。ありがとうございます。